村隆仁選手です。会心の演技だったんじゃないでしょうか。そうですね、今までスケートやってきた中ですごく、一番ある意味一番良かったと思うし、本当に良かったなと思います。点数が出た時には少し熱いものが込み上げたようでしたが、どんな気持ちだったんでしょうか。そうですね、昨シーズンの全日本の時はもう本当にあの時点では本当にこういう演技ができるとは本当に思ってなかったので、もうやっぱりやってる途中も本当に楽しかったですし、本当に自分のこうなんか入り込んでるものが、この思ってたものが全部出せたので、すごくもう何言っても本当に良かったとしか言えないんですけど、まあでも本当にカナダでこうやってグランプリ出れて良かったです。次のオリンピックに向けて新たな4年間のスタートとして考えるとどうでしょう。そうですね、そうやって考えてみると、やっぱりそのこれがある意味基準みたいなものになると思うので、まあでもしっかりやれば点数も出るっていうことも分かりましたし、ジャッジの方にも、観客の皆さんにも、これだけのレベルが出せる選手だっていうことを認識してもらえたんじゃないかなと思うので、やっぱりその4年っていうシーズンのスタートにしては本当にいい印象が与えられたと思うし、すごく自分も自信になりました。2位以上が確定しました。初めてのファイナル進出もどうでしょう、見えてきたんじゃないですか。そうですね、NHK 杯もまだあるので気は抜けないなと思うところはあるんですけど、でもスタートでしっかりやることができたので、ファイナルというものも踏まえて次の試合に向けて練習したいと思います。本当に素晴らしい演技でした。お疲れ様でした。